それではフィリーズレビューに出走するラミエルの我が名誉顧問橋口調教師です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。お久しぶりです。さあ、ラミエルなんですけれど、はい、もう非常にこうなんか穏やかな、そうですね、はい、かわいい馬です、うん、はい、顔もそうですけど、顔もまだまだおぼこい顔してね、はい、うん、でこうちょっとこうあれじゃん、これ匂い匂って警戒してんじゃん、俺のことどいたれお前そうやな、ラミエルおる時はあまりな、来てないもんな、今ごめんね馬体もやっぱり女の子っぽい感じ。そうですね、あの去年暮れぐらいまではすごいおぼこい体型というか子供っぽい感じだったんですけど、体もだいぶね、あの東北から帰ってきて大人っぽい体つきになって、うん、あの成長してますね、はい。お父さんがまあジャスタウェイということで、はい、お母さんカストリアは、はい、レジェンドの厩舎にいてた、いや、お母さんは違いますけど、あの子供が、子供がね、マルレオンとか、そうそうそう、うん、シュージとか、先生、まあ、ゆかりの結構、先生、ごめんなさい、失礼いたしました。レジェンド失礼いたしました。そうです、そうです、ゆかりの血統ね。やっぱりどうですか、お父さんジャスタウェイになってカストリア、はい、上と同じようにやっぱり短いところ思考が強そう、が強そう。そうですね、うん、やっぱりこう走りもこうピッチで走る、短距離ワップで走りしますし、うん、体型も結構トモがしっかりして、うん、短距離が得意な馬なのかなって感じはしますけどね。だってここからこう正面から見てても友が見えるぐらいやっぱこうね、ぐーっとこう友高というか友が張ってるというかね。やっぱりスプリンター、みんなこの血統はなんかお母さんの体型に見えるっていうか、どんな種馬つけてもみんな同じような体型に、ね、はい、なるんですよね。確かにあのレジェンドもあの鶴丸レオンが来た時に、ハーツくらいからまさかこんなタンクみたいなものが出てくると思うんだったって言ってましたからね。ねえ、何すか、何すか、何すか、ねえ、あ、ねえ、出んのかい。あ、寝た。これ、馬ストレッチ、それとも背中が硬いですか。いや、まあ気分転換というか、砂浴びというか、まあチップですけど、気持ちいい。痛ないんかいな。ちょっとこう知らん顔が来て、サービスショットを、ね、こうリラックスしてるときにこういうのやるんですか。ああ、そうなんですか。はい、あ、これはリラックスしてるとき、うん、なんかすごい可愛らしくて、ものすごい似合うてくるやん。まあ、まだまだ多くはいいところありますが、はい、さあ問題は 1400m に今度回は、はい、まあ、200m 前走の距離延長されますが、はい、そのあたりどうですか、距離は。そうですね、やっぱり戦2で結果出てる馬なんで、うん、でまあ今度は1004で、まあ、坂もありますし、まあ、その辺がまあ心配材料といえばそうなんですけど、まあ、でもあのどんな競馬でもできるというか、この間でも出遅れて芝居、あんな癒し使って、うん、はい、させてくれて、で、まあ、その前に勝利勝った時は前々であの攻撃から抜け出すような競馬して、うん、だからあんまりペースとかそういう関係なく競馬できるんで、うん、まあ、競馬しやすいタイプだと思うんで、まあ、距離をその辺の操縦性の良さでカバーできないかなと思ってるんですけど、前走のあの爆発力をまあどこで使ってどこで見せるかっていう部分、はいはい、そうですね、うん、まあだから、まあ、ペースが遅ければある程度前で競馬もできますし、速くなれば後ろでもできるし、競馬しやすいと思いますね、はい。まあ、なんとかここはね、1400m は乗り切ってもらって、そうですね、なんとか権利は取りたいですね。ねえ、はい、で、まあ、桜の舞台へと、はい、ね、はい、うんうんってこう言うてくれてるけどほんまに分かってんのかいな。大丈夫、距離は。ラミエルちゃん、距離大丈夫な。もじもじしだしたな、おい。はい、まあでもね、まあ、橋口厩舎はゆかりの地ということですから、はい、思い入れもあると思います。ジャスタウェイだってそれこそハーツくらいの参考ですからね、はい、うん、まあ、なんかちょっとこう橋口厩舎の決勝という感じもありますけれども、それでは最後に抱負をお聞かせください。はい、まあね、まあ、父の代からのゆかりの血統の馬っていうのもありますし、なんとかこの馬で権利取って桜花賞に行きたいと思っているので、応援よろしくお願いします。ラミエルの橋口先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。